これから2軍での戦いが幕を開けます。1軍に再び昇格できる日を信じてね。まあ結果を残せばすぐその日というのが近づいてくると思いますので、もう2軍で頑張っていきましょう。松坂頑張っているな。実は森監督からベテランの力が必要だという話をされてな、何試合か様子を見て仕上がってる選手を上に推薦しようと思っている。まあ今のところお前が最有力候補ってところだ。2軍での2試合の結果がこれにつながりましたね。1軍に上がるチャンスと思って、まあこれはもうラストチャンスと思ってやった方がいいでしょうね。きっちり結果を残せよ。ミッションスタート。2軍からの脱却発生だ。このミッションは期間中に登板した全試合を2失点以内に抑える。その期間というのは残り1試合となってますね。ですから2軍での残り1試合を2失点以内に抑えればいいんですけども、これ何気に難しいですよね。だって先発ですからね、どこまで投げるか分かんない。これスタミナの限界起用で今は使われてますので、もうスタミナの限界まで引っ張らされて挙句2失点以上したらそれでミッション失敗っていうパターンもありえますからね。これ何気に難しいですよ。まあ、でもこれをクリアしないことには1軍に上がれないらしいので、この阪神戦、2軍戦3試合目の登板、こちらの試合で1軍に昇格できるかどうかが決まってきますので、行きましょう。昇格を必ず果たす。うわー、打線に注目だね。いや、言うても強い選手なんてほとんどおらへんけど、まあ、ロサリオあたりに一撃打たれてね、その一撃によって松坂の昇格が消えるみたいな馬鹿げた展開は、いらない、いらない。もっともいらない。ネタ的にはちょっと面白いかもしれないけどね。そんな面白さ、いらない、いらない。まあ、ほんとどこまで引っ張らされるかわかんないですけども、2失点以内に抑えることだけを目的にね。そこだけ考えて野球しよう。2軍でまだ2失点以上を許したことはないからね。この試合で一気に許すみたいな馬鹿げた展開はないでしょう。ないものはないんだよ。よし、よし、よし。怖いのは守備だぞ。失点だからね、俺ほんと毎回ぶち切りたいんですけど、そこがおかしいんだよね。自責にしてくれよ、これ。失点、2軍での失点ってね、かなり先発としては厳しいミッションですよ。ちょっとミッションがガバガバすぎるんだよな、毎回ね。エラーの多いのが2軍選手なんだからね。どこかしらん欠点抱えてるから2軍にいるんですよ。そんな奴らのせいで松坂の1軍昇格の話が消えるみたいな展開があったら、俺はこの球団を恨む。全力でこのチームのアンチになりますね。ロサリオの打球は、あいつ掴んでアウト、危ない。いや、やっぱ要注意。パワーはあるし弾道もあるからね、あそこは要警戒ですよ。ネタとかじゃなくてガチで警戒な部分に、まあ、それ以外に関してはね、どうでしょうか。パワーのある選手って言うほどいないと思うんで、まあ、高山かつての新人王だ。今苦しんでますね、まあ、これもね、そこそこにパワーはあるし調子も良かったりするから、甘いタコは投げないように、まあ、甘いとこ投げれなければ2軍ではホームラン打たれることはないっていうのはこの2試合を経験して分かりました。打たれてないんでね、全く。お気をつけるはど真ん中失投、そこだけ。ほんでできれば早く変えていただきたい。こういう時にお前完封完投やれとかいう話はねえだろうな。ありそうで怖いんだよ。だから先発の時はもうちょっと変えるべきだよね。何失点、何イニング以内を何失点に抑えるみたいなね、ちょっとそういう臨機応変なミッションを出していただきたいね。これ中継ぎの時と全く同じミッションを今出されてますからね。なかなか難しいぞ。西岡ともに WBC 日の丸を背負って戦った中だね。今どっちも2軍にいる。時の流れは残酷だ。まあ、でもそういうものだよ。早く早く。危ない危ない危ない。全盛期のスピードスターなら余裕で内野安打やわな。ああ、助かった。3回1つのアウトを取って。ここも。いいね。今のところ守備のミスもないですからね。むしろちょっと守備に助けられてる部分もある。いい打球は打たれてる。はい、三振。オッケー。当然だよね。3回投げてのゼロピッチングです。そして今日は打席もあるわけだ、まあ、バッターとしても存在感というものをアピールすればより監督の評価というものが上がるんじゃないかな。そもそも1軍でめちゃくちゃ打ってたのが松坂大輔なんだからね、また1軍昇格果たしたら打つつもりですけど、ここでバッターとしてアピールしとこう。ほんだら投手がダメでも野手で上に上がれる可能性もあるからね。うわー、抜けへんか今の打球。いいとこ打ってるんだけどね。
くそアピールはできず4回のマウンドです。まだゼロが続いてる。まだゼロというかもうずっとゼロを並べるつもりだから。ヒット1本も許してないねここまでは。えい、2軍の選手に打たれる平成の怪物ではねえよ。そんなやつは1軍でまぐれや奇跡とはいえど完封なんてできないんだからね。それも対ヤクルト相手に。ほい、おう、翻弄してます。手は出せよ敵ながら手は出さないと1軍昇格オタクらできまへんで。積極性がない2軍の選手ってやだね。すごく消極的。もう仲間諦めてるでしょ。俺のプロ野球人生終わったなみたいなね。終わらないで、これから始まるかもしれないんで。平成の怪物だって終わりかけてたところ再び火がついてね、2018年の活躍があったわけなんだから、誰にでもチャンスはあるよ。それはこれまでの実績どうのこうの関係なくね、ロサリオにもチャンスがあるでしょう。もしかしたらこのマイライフで花開くのは松坂ではなくてロサリオかもしれない。今は2軍にいるけどもね、将来的に三冠王とかもあるんじゃない。韓国のリーグで残した活躍っていうのを、もしかしたら日本です残すかもしれない成績をね。その可能性だってゼロではない。可能性という言葉は誰にだってあるんだから、互いに頑張ろうぜ。阪神の2軍選手どもなんかあまりにも淡々とアウト取れすぎて、それはそれで逆に悲しいわもうちょっと苦労させてよ。昇格テストがの試合なんだからね、もうちょっとバット出してきてよ。ズバズバ三振取れすぎやわ。はい、これで3アウト。5回投げ切った。ここで交代がいいんですけどもね、もうやったよ。ノーヒットノーランや、完全試合や、ここまでね。うわー、でも打席があるということは次もある。どこまで行くんだよ。もう昇格テストの日なんだから、ちょっと明確などこまで投げるかとかさ、あらかじめ決めておくべきだよね。そうなったらマイライフはもっと面白くなるはずだよ。そういうシステムが大型アップデートの2019年のパワープロになった時にあってほしいですね。だからマイライフは本当により一層楽しめる作品になるから、これ単体で発売しても俺はね売れるゲームだと思うんでね、力を注ぎ込めばね、ちょっと頑張っていただきたいですね。打ち上げて、いやもうバッターとしては今日はいいでしょうね。ピッチング集中です。バッティング1軍でやるから、2軍で打ったって公式記録ならないんだからね。おー、で鳥谷も2軍にいるのか。いやー、もうちょっとかつてのレジェンドたち、まあ今もレジェンド、どちらもね、かつてのレジェンドって言葉がおかしいわ。まあでもなんか悲しいね、その鳥谷から意外に簡単にアウト取れる、だから2軍にいるんでしょうね。6回まだ行きますね。6回じゃないですね、これ完封行くことになるんじゃないかな。ほんとそうなったら怖いのが、万が一3失点した時にどうすんねんちゅうことになるでしょ。もうするつもりもないんだけどね、ただレバーの話をし出したらキリはないよ。するつもりはない、このままゼロを積み重ねるけども、ただそういうこともありえますから、ありうるんでね、ちょっとそこもビクついてるけども、ここまではもうランナー一人も出してないですからね。ちょっと待って、あるの、あるの、現実味帯びてきてない、だんだんね。まあ言わないよ、あの単語を出しちゃったら案外すぐ途切れるものだから。え、危ないね、危ないね、まだ打たれてないです。一度の出塁も許してないですよね。で7回のマウンド、まあこうなったらもう監督もね、行くわな、引っ張るわな。こちらとしてもじゃあ行こうよ、もう弱気なこと言わず9回まで投げ切って、もう2軍でやることなんてねえよ、1軍に上げろっていう、そういう姿勢を結果で示しましょうよ。よし、あ、よしなのか、よしだね。はい、1つまだアウトを連続して奪ってる。あと何個のアウトだ、8個のアウトを取れば終わる試合は。よし、ここもえーいっす。ロサリオね、ちょっと怖いっすね、こういうシチュエーションで。なんかね、打ちそうな雰囲気はある選手なんでね。でこれ松坂のことばっか気にしてますけど、ここまで中日打線もゼロですからね。ちょっと待って、得点取って、じゃないとたとえ松坂大輔があれをね9回まで達成したとしても延長突入するから、2軍あるよ、延長戦ね、うん、ありますから。打線がちょっと取らないことには、このままいけば松坂のあれがなくなるわけなんだけどね。ちょっと打線取れよ。はい、ここで1点入った、だから守ればいい。8回のマウンド行きましょう。
ほんと現実味を帯びてきましたよ。平成が終わるその前に日米200勝を挙げることが目的なんですけども、今別のことを成し遂げようとしてますけどね。もちろん公式記録にはならんけど。わっ、いやー大丈夫。はい、高山を抑えてワンアウト。あと5つのアウトを奪えるか。一人のランナーも許さずに、一人にもヒット許さずに、最高のアピールなるか。ちょっとね、球数的なことも考えればね、スムーズアウトを取りたいな。あ、危ない危ない危ない。いやいや、ダメだダメだよ、打たれちゃうね。よし、ここもアウトを奪って2アウト。あと4つ。待て、ちょっと改めて確認させてくれ。一回もランナー出してないよな。出してないですよね。はい、出してない出してない。それはもう間違いのないことだと思います。エラーでもないし、フォアボールもないってことは本当に来るかもしれない。まあ本当そうなったら僕のパワープロ史上初ですけどね。相手はパワフルですよ、ちなみに。パワフルで今すごい偉業を成し遂げようとしている。まだ成し遂げてないからなった気にならないよね。三振、あと1イニング抑えていけるか。まずその前に打席がありますからね、取っとこう。ダメだね、ピッチングが良すぎる。もうバッティングはあかんわ。もう9回集中です。そこです、あるよ。さあ1番鳥谷から始まるところ、この対決も抑えて、あーファル。いやでもやっぱ怖いね、レジェンドなんでね。相手もこういうチームが苦しい時に打つのが一流選手や。出てもおかしくないね、この辺で。もうそろそろファール。わあ、大丈夫。鳥谷の強い打球はライトに吸い込まれてワンアウト。あと2つ。あ、でこの打球もサードが掴んで、うおー、ギリギリアウトで2アウトで、最後のバッターは西田。左打ちの選手で能力がしょぼいですね。行こう、この選手を抑えれば。いや、ちょっと頭の中にはなかったですけども、あの偉業達成となるか。行こう行こう、よし。最後は松坂の武器のカットボールで。フランカフランカ、ええよええよ、別にフランクてもええよ、フランクてもね。はい、よし、最後セカンドつかんでアウト。ゲームセットで完全試合ですよね。ほらー、オーマイガー。2軍とはいえのパワフル相手に松坂偉業を成し遂げました。昇格がかかったテストでのこの完全アピール、すごいでしょ。俺のパワプロ史上初です。相手が2軍とはいえど難易度パワフル相手にこんな偉業を達成したのはね、そもそも難易度関係ねえや。全体の難易度通して、全体の作品を通してこんなことはなかったですよ。すっごいことをやったね。サードだ、最高のアピールだ。もう中日のエースは俺なんだよ、松坂なんだよ、わかるだろう。まさか達成するとはなっていうのは俺のセリフだよ。びっくりしたわ。なんか冷めてるけどね、言う割にはね。もうちょっと盛り上がってくれてもいいんじゃないの、この偉業に。もうちょっとリアクション取ってくれてもいいんじゃないのと思いますけどもね。松坂、森監督がお前を一軍に上げるそうだ。そらそうでしょ、一軍でしっかり生き残れ。戻ってくるなよ。わかりました。次戻ってくるということは、それは松坂大輔の野球人生の死を意味することになるからね。戻るつもりはございません。2軍からの脱却、最高な形でクリアすることができました。これから1軍での戦いが始まるぜ。でこれまたローテーション争いかな。ほらね、1回評価全部見直されるからね。おかしいだろお前や。完全試合達成した男、なんで1回評価見直すねん。そのままの評価でいいと思うんですけどね。ちょっとようわかりませんわ、それは。松坂、調子はどうだ。次の登板でお前に1軍の実力があるかテストしようと思う。また来たよこのパターン。ここでいい結果を残せばローテーション候補としての道も見えてくるだろう。一回クリア捨てるんすけどね。でこの希望する起用での登板も考えておこうっていうのも嘘なんですよ。俺これクリアした後何にも起用法について言われなかったからね。
お前またか、一回見直す必要ないと思うんですけどね。これまでの実績全部水の泡か。まあでももう仕方がないですね。はい、まあ一軍に上がれたので、まあ今回の動画はちょっと一区切り打ってここで終了してですね、次回また登板していきたいと思います。そして次回登板する一軍の久々のゲームはフルスセーブ戦、山賊打線相手にこの一軍生き残りをかけた試合をプレイすることになるのか。まあこれもしかしたらちょっとローテーションずれるかもしれませんので、ちょっと日程進行させてみましょうかね。ずれなかったらこれセーブ相手投げることになる。嫌ですけどね、正直な話。どうだ、ずれるかな。オールスター投票の中間結果の中間の発表があったが選ばれることはなかった。まあこれはもう仕方がないでしょうね。ファンはたくさんいるけども実績がないんだから、今季のね。だからオールスターに関してはもはやどうでもいい問題で、このセーブに本当に投げることになるのか、今重要なのはそこなんですけどね。まあオフなのでちょっと練習とかもしていこうかな。スタミナもねだいぶ上がって、初期のスタミナって C スタートなんですけど今 B に上がってますからね、衰える前に上げておかないと大変なことになりますからね。で調子もいい感じでどうだろう、迎えられるかな次の登板は。今のところローテーションずれる気配というのは全くないですね。完全投げることになりますよね。嫌なんですけど絶対そうだよこれね。来ましたね、松坂が投げる6月17日のゲーム。ローテーションはずれることなく山賊打線に投げることになる。そしてその山賊打線の順位を確認していくと、現在はもう1位ですね。やっぱこのパワーボールでも強いので、でまあ打線の方で見ていくと、多分打線もえげつないんだろうな。じゃなかったら1位とかありえないからね。見てください、3割打ってる選手が打線の中でこれね、4人ですかね。4人いて中村拓也もなんかすごい成績残してます。ここに来て全盛期ですけどね。でホームランも2桁打ってる選手が5人もいる。こんなチームに今の松坂が投げてタダで済むとは思えないんですけど、まあ待ちなされと。まあ確かに相手は強い、打線もえげつない。ただ今回何やった、完全試合をやったんですよ。これはねなかなかできることでないですよ本当にね。これは確実に自信につながりましたので、まあ、今回の動画は一区切り打ってここで終了していく予定ですけども、次回この完全試合を達成したという自負をもとに最強山賊打線に挑み、一軍生き残りをかけて登板していきたいと思いますのでね。今回ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。グググググ、バイ、またあおう。